皆さんこんにちは、トリキスタバックヤードトークです。はい、今週末に迫ったスプリングフェスタですね。この間はね、ボードの方に言いましたね、どのボード乗ったらいいかって言ったじゃないですか。今回このビンディングなんですけど、ビンディングはね、単刀直入に言っちゃいますからね、このビンディングをチェックした方がいいというものがあるので、今日はそのビンディングをしっかり覚えてください。で、ビンディングなんか一緒じゃんってみんな言うじゃないですか。これ全然違うんですね。このビンディングの違い何かっていうのは実際乗ってみるとよくわかるんです。ということで、今度の試乗会ではこれらのビンディングを絶対チェックしてほしいと思います。まずはじめに言うのが、もう皆さんも分かってるんですよね、ユニオンのファルコアです。このファルコア、去年からまた全然変わってフルモデルチェンジをしたファルコアなんですよ。もう全ての構造が違うんです。もう何回でもビデオ見ました。これプニュプニュしたこのね、ストラップ感とか、全体的なこの大きなこのベースプレートとか、今までのこのファルコアとも全然乗り心地が違うんですよ。こんなに柔らかくて大丈夫だなと思うぐらいのこのストラップがついてて、実際乗ってみると、僕なんかのこのね、体が大きい男の子にもそうだし、 JJ なんかの女の子にも実際乗れちゃう、このビンディングファルコアなんですよね。実際販売になってくると、多分ファルコアってね、店頭並ばないぐらいで全部完売しちゃうと思うんですよ。それぐらいにユニオン本社の方もめちゃくちゃ力入れてるビンディングなんですね。今回の試乗会ではこのファルコアが全然チェックできますからね、皆さんもこのファルコア乗ってこの乗り心地を試してもらいたいと思います。まずはファルコアです。ユニオンだと他にもウルトラ、ニューフォース、ニュートリロジーとかじゃないですか。このニューフォース、ニュートリロジーは今までのフォース、トリロジーに全然変わったんですね。特徴としては広域スピードで非常に安定するんですね。広域スピード出した時にこの性能が出る。ですからやっぱりこの試乗会の時、ちょっとスピード出してバーッとターンを切ってみてください。その時にここら辺のビンディングの良さが分かると思うんです。はい、そして次ね、この間のビンディングも言いましたね、これ僕たちも乗ってびっくりなんてなったんですけど、このスーパーマジックカーボンなんです。皆さん重いなっていう人もいっぱいいますけど、スーパーマジック自体めちゃくちゃビンディングの性能として非常に高いビンディングなんですね。非常にヒールのこのプレッシャー感があって、安定感がある、それでカービングを切るときにも楽に切れるっていうビンディングがこのスーパーマジックなんですけど、この脱着はどっちかというとおまけに近いぐらいの機能と思ってもらったらいいです。そこに新たにカーボンが出たんですよ。でカーボンって言うともうめちゃくちゃ硬くなっちゃって乗れないじゃんとかと思うと思うんですけど、実際に JJ ちゃんなんか乗ってくれましたよね。これめちゃくちゃ調子いいんですよ。女の子も乗れちゃうぐらいなんですよ。実際に乗ってみると、これカーボンなのと思っちゃうぐらいにハイバックのこのね存在感も消してくれる。ただ必要な時にはガチンと押さえてくれる、このハイバックがついてるカーボン。一言で言うと車にロールバーが入ったような感じなんですよ。この車のね、不安定な要素をこのロールバーをがっちり入れて、バキバキって感じるようなこうやってしっかり安定させてくれるような要素をついたのがこのスーパーマジックカーボンなんです。これも試乗できるんで、ぜひともこの機会にチェックしてください。こちらもおそらく店頭に並ばないと思います。はい、そしてやっぱりなかなかチェックしないっていうのがこのね、サロモンのシャドウフィットだと思うんですよね。皆さんこれユニオン使ったりね、フラックス使ったりって皆さんしてますよね。でもシャドウフィットって、なんかシャドウフィットってなーと思う人結構いっぱいいると思うんですよ。これね、使ったらびっくりしますから、この足首全体をキュッとこれ、ね、こう締めてくれるこのシャドウフィットの感覚を他のビンディングでは味わえないサロモン独自の構造なんですよ。っていうのはこのヒールカップがこれ柔らかいじゃないですか。ヒールカップが柔らかくて周り締めてこうやってグーッと周りこうやって足首がグッと締まる、これは他のビンディングではない構造なんですね。それでなんて言ってもこのストラップの締め感、そしてトゥーストラップのこのフィット感、これめちゃくちゃいいですね。ここら辺を絶対チェックしてほしいですよ。チェックしてもらいたいのはハイランダー、ホログラムとかあるんですけど、今までのハイランダーからマイナーチェンジをどんどん繰り返してて、ベースプレートにスパイクがついたりとか、これいろいろしてるんですね。ここら辺のビンディングはぜひともチェックしてもらいたいと思います。という感じでビンディングの方もいろいろ揃ってるこの試乗会です。ぜひとも皆さんスプリングフェスタ来てくださいね。それでいろんなビンディングもチェックしてみてください。皆さんのお越し待ってますからね。よろしくお願いします。